というわけで、まずは、脅威と並んで同点順位の陽子から。陽子というと陽子と陸子の陽子なんですけど、陸子の方は孫作と並んで12位、まあ陽子の方が若干能力が高いという感じですね。まあ統率と政治と魅力と、まあ、あと知力も高くて、まあ、全体的に素晴らしい武将ですね。補給線を切られても大丈夫な大前持ちというのがちょっとありがたいというか、むしろ敵に回すと面倒くさいタイプですね。で、親愛武将に、後継者のドヨ、それとライバルの陸光もいるんですけど、まあ陸光となかなか組むことはないと思うんですけど、まあ後半シナリオ終盤になるとドヨとセットで使いたいですね。同じく10位の脅威、まあ今回も、統率武力知力高くて、まあ無事10位に入れたんですけど、過去のシリーズだと歴代最高順位は5の時の5位ですね。素晴らしく優秀ではあるんですけど、何気に赤個性がないんですよね。なんか脅威というと、光明持ちか何か、なんか何か赤個性が欲しくなりますよね。で、親愛武将にね、加工派と、紹介、義の武将が2人入ってるんで、もしかすると義にそのままいても全然連携が取れて使えるんじゃないかなという気がします。逆に職の方だと、まあ諸葛亮、趙雲とも仲良かったりするんで、まあもちろん職に行ってもすごい活躍できるんですが、そんなね、義と職を渡り歩いた脅威です。諸葛孔明、武力38なのに得点入りを果たしてきましたね。統率知力、政治魅力がものすごく高いんで、まあなんとかトップ10入りという感じで、過去のシリーズだとこの武力の低さからね、割と10位から落ちることがあったんですけど、まあ今回はなんとか入ることができた。固有の個性、伏流、新参希望がすごい強いのと、まあ、陣形の眼光と火力もすごい便利なんで、まあ戦場でかなり強い軍師になっています。過去のシリーズで言うとね、三国志7の時に1回知力92になったことがあるんですけど、今回は安定の100。まあその三国志7だとね、武力が78っていうものすごい数値だったこともあるんですけどね。ランキング10、下の方常連の当該ですね。まあ下の方常連といっても、実は三国志12ぐらいではランキング3位ぐらいのかなり高い位置にいたんですけどね。今回は統率武力知力安定して高く素晴らしい名将となっています。長打持ちなんで、義から職に攻めるときには、まあ当該先方にして攻めたいところですね。まあ、義から職に攻めるって言っても、紹介とセットで使うとね、剣王武将が紹介なんでね、二人は仲が悪いという。ちなみに、当該というとね、割かし高慢なイメージもあるんですけど、赤個性は一切なし、青個性のみですね。まあ、悪役は紹介ということで。孫権パパ、知力政治は70代ですけど、統率武力魅力が90代という素晴らしい能力。特に統率に関しては孫悟の兵法書があるんで、プラス10、実質104ですね。初期シナリオ最強の武将なんで、ガンガン前に出たいところなんですけど、まあ武力90だと、海遊とか呂布に襲われたらちょっと危ないんじゃないかなという気がします。はい。ちなみに、息子の方の孫作は今回12位なんですけど、昔の初期の方の作品だと割と孫作の方が強かったことが多いんですよね。今回は最近の作品だと割かしもう孫権の方が上になってるんで、今回は孫権が7位、孫作が12位、そういう形になりました。次は5のアモーちゃんこと呂蒙ですね。統率が高くて、まあ、武力、知力、政治魅力も十分高い、まあ、特に知力89、まあ、90目の前にしてますね。呂蒙というとアモーのイベントで能力値が随分上昇するんですけど、それがないとね、統率80代、知力40代ぐらいで、あんまり普通のそこら辺にいる猛将ぐらいなんですよね。で、そのアモーイベントが発生するのが孫権の時だけなんで、序盤シナリオで呂蒙とか別の勢力で手に入れても全然成長しないで、いつの間にか埋もれてしまうぐらいな感じがします。まあ親愛武将がね、賞金とかあげるんで、まあ、そこら辺と組ませて戦えば十分強くはあるんですけど、まあやっぱり成長させてこその呂蒙ですね。軍神関羽の登場ですね。統率96、武力97、魅力94。固有戦法、軍神。まあ、固有の個性、心象。と、まあ、戦場ではめちゃめちゃに強い。今回ベスト5位に入ってるんですけど、前回の三国志13だと、趙雲と並んで11位だったんですよね。その趙雲は今回15位で、関羽が5位と、随分能力の合計に差がついたんですけど、まあ、職の主力としてかなり活躍してくれるんじゃないでしょうか。
関羽の強さの一つが親愛武将の多さなんですよね。関平、関公、関作、まあ、そして周宗、そのあたり、あと劉備とかももちろん仲のいいやつが多いんで、まあ、連携組んで一軍を任せやすいって感じですね。陸遜、このあたりになるとね、上位の、お約束のメンバーになってくるんですが、まあ、統率96、知力95、魅力91という素晴らしい能力の持ち主、固有戦法の極炎が割との範囲家系で使っててものすごく気持ちいい。まとめてね、焼き尽くすことができるんですよね。ちなみに範囲内に味方がいる場合、そのマスは燃えないんですけど、結局森とかで極炎使うと火が燃え広がって味方全部燃えてしまうっていうね、なかなかの阿鼻叫喚の地獄絵図なんですけど、まあそれもまたよし。親愛武将に両毛がいるんで、まあ両毛に全員を任せて後ろから眼光陣で陸遜で支援するというのがいい形じゃないでしょうか。3位は芝居ですね。統率99は全武将随一ですね。固有個性も固有戦法もあってかなり強いんですが、唯一の弱点が陣形に眼光がないんで、魚鱗か角翼で前に出ざるを得ない。そして、魏の芝居が前に出るとそれと戦う相手は蜀の趙雲じゃないですか。趙雲は、芝居の状態上戦法が効かず、しかも一騎打ちでね、芝居を追いかけ回すっていうですね、ちょっと面白い状況になっちゃうんですよね。芝居は演技だと義円と一号だけでも一騎打ちやり合った男なんで、もうちょっと武力高くてもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ武力63仕方ないところですね。2位は周瑜。統率97、知力96に魅力94、戦ってよし塗ってよしとなかなかの名称ですね。固有戦法の進化系は辺り一面火の車に進むんですけど、これも陸遜と同じく味方のマス目は燃やさないんで、まあまあ安全に火遊びができるというわけですね。眼光陣が組めるんで、やっぱり後ろの弓隊としては最強武将の一人ではないでしょうか。親愛武将に孫策とか呂蒙もいますんで、彼らに全員を任せて後ろから打っていきたいところ。まあ周瑜というとね、いつもランキング上位の常連なんですけど、3の時ね、1回だけ趙雲と並んでランク1になったことがあったんですけど、まあ今回は安定の2位ということで。というわけで総合力1位といえばやっぱり曹操。三国シリーズでは3以外全ての作品で総合力1位なんですよね。今回ももうさすがの強さとしか言いようがなく、親愛武将の多さがかなり強くて、加工トン、加工園、宗神、宗公、天意、巨長、あのあたりとまとめて軍勢を組んで、その中心でバフをばらまきつつ進軍するとかなり強いんじゃないでしょうか。強いんですけど、 CPU が使う曹操、割とあの魚鱗陣形組んで前にガンガン突っ込んで一騎打ちで打ち取られることがよくあるんですよね。まあ自分で使うときは眼光陣組んで巨長とか天位壁にすればいいんですけど、 CPU 曹操よくうっかり死んでるところが、まあそこが逆に曹操らしいかなみたいな。統率力ランキング1位は芝居の99になりました。統率力が高い武将っていうと毎回曹操か芝居がいつも1位なんですよね。まあ曹操のイメージも結構高いというか、大概過去の作品では曹操が1位だったりするんですけど、特に三国志6だと曹操が統率100だった、三国志13でも曹操1位だったんですけど、今回は芝居が1位となっています。統率はイコール舞台の強さなんですけど、まあ芝居は強い。ただし芝居は芝居の個別編でも語ったんですけど、魚鱗前衛しか組めないんで眼光を組めないんで、 VU63 がちょっとねネックになっちゃうんですよね。武力ランキングはもう大体いつもの並びですね。呂布の100は当然として、張飛、関羽と続き、そして巨長、趙雲、馬超と並ぶという、やはり蜀の武将が多い。まあ呂布のトップは当然として蜀の武将が多いですよね。関寧が唯一5の中からは検討して94で入ってきてるという感じです。ちなみにもう一人の猛将である太子寺は93で残念ながら県外。ちなみに初期の方の三国志、三国志1とか2とかだと武力99で関羽、張飛、趙雲が並んでて、三国志3と4だと武力98でまたやっぱりその3人が並んでたりしたんですが、最近はちょっと趙雲が一つ落ちてるのが定番になってますね。
知力100といえば諸葛孔明、孔明嘘つかない。軍師といえば知力100になると助言が外れなくなるっていうのがお約束で、やっぱり今回も孔明嘘つかないんですけど、いやー知力99以下の軍師がね、もうね、ほんとね助言外れるんですよ。もうなのでね、知力98とか97とかそこら辺の武将に官位つけて、アイテム与えて知力100にして正確な助言にするっていうのがもうやっぱりお約束になってますね。孔明はそれが最初からできるんで、劉備軍に孔明入った時はほんと嬉しい。もうね、クコドンローとか東洋とかね、すごい楽になっちゃう。まあそんな孔明が相変わらずの1位でした。政治力は純育が99で1位ですね。諸葛亮は96という値になっています。昔の三国志何とか8とかね、90年代のわりかし政史がすごいもてはやされた時期に、諸葛亮の軍事能力を過小評価して政治力をガンガン上げてたっていう時期があったんですが、その時はね、三国志7、8あたりの頃は諸葛亮が政治トップだったんですけど、最近はこれ96ぐらいのあたりで落ち着いています。ちなみに能力値に関して言うと、能力値100っていう数値がつくのは呂布とか孔明のような伝説的な人物だけというのが越後屋プロデューサーのインタビューで語った部分で、なので政治とか統率に関しては99が最高値になっています。最後は魅力ベスト10。劉備が99で1位、そして聴覚早々と続く。魅力っていう数字はシリーズによってあったりなかったりするんですよね。三国志最近のやつだと13と12には魅力がなかったんですけど、14では久々に復活。色塗りにかなり役に立つね、魅力が高い武将は。劉備とか曹操とかね、純育とか関羽とか、その他の魅力の高い武将はガンガン色塗りを進めていくことができる。昔の作品で言うと、初代三国志は魅力がなくてカリスマっていう値だったんですけど、その時はね、1位が曹操だったんですよね。曹操100人、劉備99。カリスマと魅力では言葉の意味が若干違うとは思うんですけど、曹操のカリスマ100ってちょっと納得できますよね。女性武将総合ベスト10。1位は、孫昌公と王位が2人とも合計値340の同点トップという形になりました。1位の孫昌公は、孫昌公という名前は強撃の名前で、演技だと孫夫人なんですけど、架空武将の、架空女性武将の代表という形でしょうね。そして、同じく1位の王位は、こちらは正史で唯一戦闘に参加した女性。ということで、こちら史実代表の女性という形です。さあ次は4位から7位。4位は韓銀兵、300ポイントですね。韓銀兵は三国志13の時とそんなに能力値変わってないんですけど、女性武将が全体的にかなり能力今回控えめになったんで、結果的に韓銀兵が上の方に上がってきたという感じですね。韓銀兵に関してはそんなに低い能力がないというのもあるんですけど、知力39低いかもしれませんが、全体的に女性武将の中では強めという。そして7位は朝鮮。朝鮮は魅力95と知力81でグイッと入ってきましたね。さああとは8位か。8位かは大元気、同点の宿友、そして長子帝、同点の長春歌と続きます。大元気はね、もうすっかり最近人気キャラクターなんですけど、これ三国志っていうよりもどっちかというと無双の人気ですよね。無双の大元気はローソンコラボの衣装が最高に可愛かったんですけど、今回も可愛いという。で、宿友はね、相変わらずの女性武将ナンバーワンの武力の持ち主。実は三国志9からね、9、10、11、12、13、14とずっと武力85っていう安定の強さです。そんなわけでご視聴ありがとうございました。最後は、嫁にしたい女性武将トップ3の発表で締めさせていただきます。1位の呂麗希と2位の東伯。もうこれは異論の余地がないところ。王道ですね。そして3位の長子帝、これは期待のニューカマー、パイオツ海原、広州の反乱者ですね。呉に対して反乱を起こしたんですけど、その討伐軍の司令官になったのが陸院で、陸院の軍勢がみんなで一斉に裸になると個性同点が発動してしまって、それで大敗を喫して死んでしまったという伝説があるんですが、自害したとも象から落ちたとも言われてるんですが、すなわち陸院がパオーンをポロリしたら、長子帝がパオーンからポロリして死んでしまったというわけなんですね。